We'll be starting in just a moment. この朝これ釣れれば最高。いっぱいいます、いっぱいいますけど乗らない。いっぱいいますよ、すごいチェイスしてくる。ちっちゃいですけどね。よし、おりゃ。ヤズかな。やずだ、やっぱこれついてきた。よし、おっ、どこいつでしたね、スギアレキペが。よし、よいしょ、ちっちゃいですけど朝一発目、ヒラマサの子、ヒラゴですね。ちょっともうせぎわりかかったんで、ずっとこ多分こいつがずっとチェイスしてきたと思うんですけど、まあルアーサイズをちょっとちっちゃくして14センチ、まあ多分このサイズですよね、多分口にかからないん でちっちゃくしたらかかりました。昭和ゴリラ 96XH、 まあ小型ペンシルを動かしやすいように設計してます。いや、いいですね、久々釣りました庭についてますね。さあ、このさらしの中でそう、よし来た、よし、このクワス型、おお、はい、ようやく確保しました、容疑者ヒラマサ。いや、このサイズでも結構頑張って、セギワなんで、セギワの攻防なんですけど、見事抑えちゃいました。確保です。いいですね、やっぱ風吹いてもうごまかしながらさらしとかスピード水面滑らしたりとか、ちょっとある程度テクニック使わないとなかなか騙せません。なかなか賢いですね、やっぱ。だから今ちょっとさらしとセギワを絡めてちょっと食うかなと思ったんですけど、なんとかごまかして食わすことができました。やっぱこのサイズでもやっぱ引きますよ、セギワだったら。いや、面白いです。今使ってるロッドなんですが、昭和ゴリラ 96XH、 3種類あるうちの
短くて一番ライト軽量系のルアーを小型、まあ、14センチとか15センチぐらいを動かしやすいように、他の2種よりかは少し柔らかめというかシャープなんですけど、小型ペンシル動かしやすいように少しティップ柔らかめに設計されております。まあ今ちょっとサイズちっちゃいんですけど、大型、まあ5キロから10キロオーバーを取れるようなパワーを備えているんですよね。でこういったベイトがちっちゃい時ですねの子にどうしても大型ペンシルとかじゃ使えないという時、こういう小型ペンシルを使いたいけどロッドが柔らかいというか、シーバスロッドとかだったらちょっと心もとないというか、そんな時のように設計しております。すごく使いやすいです。やっぱ水中に潜ったらやっぱ見切ってるんですよね。もうなさっきからずっと見えるんですけど、そしたらやっぱもう水面直下とかこういうさらしとかでごまかしながらサイズを、ベイトサイズを、ただ存在感は出しつつ、だからこうやってダイビングさせる、ちょっと滑らせ気味の方が良かったりして、あとはこの自分が今立った立ち位置からの背際ですよね、背際から浅瀬にかけてで誘うんですよ。がっぷり食ってんじゃないの。よいしょ。確保。よっしゃ。今度は綺麗に食ってくれました。うん。このお腹の中にはイワシが多分たくさん入ってるはずです。今回ガマカツラグゼから昭和キャスティングロッド、昭和ゴリラが発売となりました。このロッドは僕が、まあ、約2年と南方の方から限界灘この海域で、まあ、ヒラマサ GT などを釣ってテストしてきました。今回3タイプの、ラインナップとなっております。でまず 100WXH、 これは主に、まあ、GT キハダをメインとしたロッドとなっております。で主にまあポッパーやシンキングペンシル、まあ、60g から 150g って書いてるんですけど、まあ、僕だったら 180g で使えるぐらいのロッドとなっております。で 100XH なんですが、これ主にヒラマサ、大型のヒラマサをメインに考えて設計しております。ルアーも100から70とか 60g ぐらいのが一番ベスト、引きやすいと思います。まあ、磯から、狙うのに適していると思います。はい、僕もこのロッドで16キロのヒラマサを上げることができました。で3本目の昭和ゴリラ 96XH なんですが、主にベイトが小さい時ですよね。で小型ペンシルやポッパーを引けるように設計しております。少しこう柔らかめというか短くできてるんですけど、あのパワーはこの XH と同じぐらいあるんで、全然失敗なく5キロから10キロぐらいのヒラマサでも上げることができると思います。3タイプ昭和ゴリラ、この時期からあの楽しみです。魚がかかって硬いとか、あのすごく強く釣ることができるんですけど、あの意外と魚って硬ければ硬いほど暴れてしまうんですよ。それをあの、まあ、ショックを吸収するというか、魚をこのロッドが粘って魚を浮かせてくれるとか、やっぱ魚に厳しく人に優しいロッド設計になっております。まあ、そういった方が多分分かりやすいと思うんですけど、大きい魚ほど楽になるというか、
あの竿が曲がってくれるんで、その点すごくあのファイトが有利になります。特にこう足場の悪い磯場などは曲がらないロッドとか強すぎる、自分に合ってない、体に合ってないロッドっていうのはすごい危ないんです。危ないしラインブレイクの可能性や転倒の可能性があるんで、やっぱある程度曲がってきて自分に余裕を持たせるようなロッドがいいんじゃないかと思って僕は作ってもらいました。おお、すごい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 、おお、ダツだ、ダツが逃げてる、すごい、なんだあの光景、やばい、見てください、やばい、てかダツいすぎじゃないですか、ダツどんくらいいんだよって感じの、ちょっと暑くなってきた。レガカルヤンキ引いたーこいつ、行くーこいつ、おい、いい魚です。